意外と知らない徳川十五代将軍家康、愛知県岡崎で生まれる。関ヶ原で石田三成を破って江戸幕府を開くが2年で将軍を辞める。家忠、とりあえず偉大だった父の真似をし、父が作った法を厳しく守らせる。家光、生まれながらの将軍。参勤交代、キリスト教弾圧、鎖国、日光東照宮の建造。家綱、幼く病弱のため家臣に政治を任せたため左様政将軍と呼ばれる。綱吉、仏教の考えを重んじて生類憐れみの令を制定。家信、生類憐れみの令廃止。いろんな改革しようとしたがその前に死ぬ。家継、7歳で死亡。全然家継がなかったね。吉宗、享保の改革で幕府を再興する。家重、病気で早死に。家春、田沼時代により実験なし。家成、寛政の改革、天保の大飢饉、大塩平八郎の乱など。この世の終わりみたいな時代。産んだ子供は55人。